日本の侍を描いたアニメシリーズ、ブルーアイ侍、ブルーアイ侍が、アニメ界のアカデミー賞と呼ばれる、第51回アニー賞でテレビ、配信部門では、トップとなる6つの賞を受賞した。同作品は、動画配信サービス、ネットフリックスで、独占配信されている。現地時間17日、米ロサンゼルスで行われた、授賞式では、宮崎駿、崎イコール立崎監督の、君たちはどう生きるか、と、新海誠監督の、すずめの戸締まりがノミネートされていた、最も権威ある、長編アニメーション作品賞に、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースが選ばれた。